はい、皆さんお疲れ様です。こまめです。今日はですね。あの以前取り上げた木下文美子を。 のの話なんですけれどもあのこの議員さん、ですね今年の7月4日に行われた東京都議会選でですねあの見事に当選してます都民ファーストの会から当選したんですけれども実はですね選挙の直前にですね無免許運転で人身事故を引き起こしてでに逃げてます、ひき逃げまでしてます。でなんとですねそれを報告せずにこの選挙に出てですねあの選挙が行われて当選となったんですけれども、まあその時のですねこの言い訳もひどかった。 たんですよねなんか免停期間を間違えて乗ってしまったみたいな,なんか訳のわからないことを言ってたんですけどもまあ、今回ですねそのそれがですね嘘だったってことがわかるような形で立件されてます5月から6月にかけて合わせて6件の無免許運転でですねまあ、立件されてるんですけれども、まあ、通常ですねあの交、ー、通 違反とかに関してはですね遡ってまでっていうのはあんまりやんないんですけども、まあ、無免許でですねひき逃げってなったら、まあ、それだけでですねもう禁固刑になるんでやっぱりですねこのよっぽど悪質でしかもですねこの社会的な影響が大きいということだったんで、まあ、警察もですねもう絶対、禁固刑事を取るぞっていうこの意気込みでですね、まあ、こういうふうな形をやったのかもしれません、まあ、現実問題としてですねこの都民を騙して議員になったこととですねこの無免許運転をやったことをです、ね この、まあ、一緒にしてしまうわけには、まあ、警察としてはいかないでしょうからですね、まあ、警察としてはですねここが精一杯やったんじゃないかなと思います、まあ、でも、ですねやっぱりあのー、法律をなんとかしないとダメですよねあの昔からですねこういったパターンのですね、あのーまあ、仕事をせずにですねあの議員報酬をもらうっていうことはありますし、まあ、最近だったらですね河井夫妻とかも特にそうですよね。でまあ、実質ですねあのー 都民を騙してまあ議員報酬を採取してるんだからですね本当も極端なことを言えばあのまあ都民だったりですねこのまあ市民だったり今、まあ、国民だったりをですねがですねこれ全く想定できないようなこともう、まあ、例えばです、ね、もう昔めっちゃくちゃもうひどいような犯罪を犯してたんですけどもまあ捕まらずにですねこの今は時効で詰めないあの罪が問えないようなことがあっ 人がまあ当選してですねその当選後にあのそういった話が出てきたときにじゃあ、黙って任期まで給料を払い続けるんですかっていうことになってしまいますからね、せめてですねあの議員辞職させることができないにしてもですねその期間の支払いを止めて、ですねこえ冤罪というかでですねそれで問題なかったらお金を払えばいいですしまあこの体調不良かなんか知らないんですけれども、やっぱり仕事を全くやってない状態でですねお金を払い続けるというのは やっぱちょっと納得がいきませんね。で、まあ現在ですね。あの、行方不明とか、なんかそういったみたいな感じではないんでまあ、金庫系以上がですね。確定すればいずれもまあ交流されてまあ、失職となることになると思います。まあ早くですね。その日を待ち望みたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。